おリングテストは手の指の力による代替医療の診断法である。大村義明が1977年頃に考案した。筋の緊張を利用して生体情報を感知する検査主義で生体そのものが極めて敏感なセンサーで毒物を近づけたり体に合わない薬剤を手に持たせたりすると筋の緊張は低下し逆に有効な薬剤では 緊張が良好に保たれるという原理もしくは信念に基づいている。患者が手の指で輪を作り、診断者も指で輪を作って、患者の指の輪を引っ張り、輪が離れるかどうかで診断する。この時、患者の体の異常がある部分を触ったり、患者の空いた方の手で有害な薬や食物を持つと、患者の指の力が弱まりーリングが開く、とされる。もともとこれは、 アプライドキネシオロジーの応用で、当初は腕の力の強弱による診断だった。後に、それが指の力でも診断可能とされ、この診断方法が提唱された。大村義明が1977年頃に考案した方法で脳の血液循環と握力の関係を研究する過程で着想を得、実験で脳の血液循環が良い方の側の握力が、 強くなり、脳と手の筋力、特に指の筋力が非常に密接に関連していることに気がついたとされ、1981年に論文が発表され、1993年に米国特許5188,107を取得している。大村の経歴は著作では、医学博士、日本バイディジタル王、リングテスト医学会会長。 ニューヨーク医科大学予防医学科非常勤教授、ニューヨーク心臓研究ファンデーション研究所所長、国際ハリ電気治療大学学長、ウクライナ国立キエフ医科、大学のオーソドックス医科教授とされている。ただし、健康関連の詐欺や不正と戦う、人々のネットワークで作成されているアメリカのサイト、クワックウォッチで、ステファン・バレット医学博士は、 大村の経歴の資格の正確性を確認することはできなかったと述べている。特定の研究が取得されるようなことはなく、議論はオープンにされているが、学術論文として検証可能な根拠が示されていないため、医学としての評価は低く、おおむねエセ科学の範疇にあると評価されている。様々な言説が派生して反乱している状態であり、万能性や、 奇跡性を謳うものもあり、医学や医療の領域をはみ出し進歩の対象となっている面もある。gijika.com は、オーリングテストにおいてはその方法論よりも、実は当たってしまうという現象を問題視すべきなのかもしれないと述べ、こっくりさんやテレパシーを当たったと感じる構図と類似していると述べている。ありがとうございます。